三宅康之は、江戸時代中期の大名。三河国田原藩五代藩主。田原藩三宅家八代。藩位は、十五位下、出羽守る、貧乏神、津島守。教法十四年四月二十六日、文語国府内藩主、松平近亭の次男として、文語府内で誕生。宝暦四年四月二十六日、いとこで、田原藩四代藩主。 三宅康隆の婿養子となり、12月に、受護した、では守るに、ジョイ、任官する。法暦5年8月28日、康隆の隠居により、家督を継いだ。法暦6年10月、洪水により3252国の被害を出した。法暦9年ルー7月22日、貧乏神に専任する。江戸城門番における、区役負担などもあって、 財政難がさらに進んだため、財政再建のために、井出助けを登用し、法暦十二年には、家臣団のリストラや五か年契約などを行ったが、効果はなく、逆に家臣団の反発を招くばかりで、井出は、藩から出本してしまうありさまだった。このため、新たに、吉田彦衛門や、水戸屋文衛門らを登用して、財政改革を行おうとしたが、その矢先の命は六年六月に、 文化が大発生して4383国の被害を出し、10月には火事などもあった。明和8年夏には干ばつで8005国の被害を出すなどして、財政難は深刻となる。ところが、明和9年4月17日には爆明により、日光祭礼奉行に任じられ、安永2年からは病に倒れて、反省を取ることもできなくなり、実権を散乱 高武氏に譲っている。安永5年になって復帰するが、もはや財政改革は完全な失敗であった。このため、安永9年11月29日、高武氏に家督を譲って隠居する。天明7年6月に、津島守に選任し、完成2年6月に、ビンゴ神に再任した。完成8年4月22日、停発して、正度と改名する。 今日は3年8月9日に死去した、去年75、ありがとうございます。